好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの11回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはカープの先発、カッマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。アウトコース、空振りです。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは山崎。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャー加藤、プロ入り1年目のルーキーです。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。プレッシャーはあると思いますけど、早く落ち着きたいですよね。そうですね。低めの球、ストライク。ノーボール、ツーストライク。打ちました。一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番、川端。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは加藤、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。ストレート決まっています。打ちました。センターに抜けました。これで3試合連続安打。2アウトランナー1塁。打順は4番山田。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これはすっぽ抜けました。次が2球目。ストライクを取ってこれで追い込んだ。引っ張った。これはどうだ。ファウルになります。これもファウル。2ストライクです。打ちました。これはどうか。ショートの横抜けた。カープピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。バッターは5番畠山。カープ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、1打出れば先制という場面。初球から際どいコースをついてきます。インコースはどうか。ストライクを先行させていきます。このピンチ見逃しで三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いてますよね。自分の投げたいところにしっかりとコントロールできてますからね。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。
西さん、西さんにとっての理想の2番バッターというのはどのようなタイプのバッターになるんでしょうか。まあ、当然細かいこともできるといいんですけれど、しかし強打の2番バッターというのも魅力的ですよ。ああ、なるほど。スワローズマウンドに上がるのは先発の中澤。さあ、カープ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは西川。昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース空振り。遅いボールをコントロールしてきます。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。さあ、勝負してくるのか。この球は外れています。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、フルカウントです。ファウルになります。これが7球目。またファウル。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは2番に入っている阿部。昨日のゲームでは無安打に終わっています。中澤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが1球目。ファウルになります。真ん中打ちました。これはどう。センターへ投げる。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ、先制のランナーが一塁です。バッターボックスには柳田、そして一塁ランナーは阿部。まあ、彼がランナーなんで、ここは走っても面白いんじゃないですかね。どう動いてくるでしょうか。初球ボール。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから。2球目打ちました。山田が掴んで2アウト。2アウトランナー1塁と変わります。バッターボックスは4番鈴木。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。いきなり牽制セーフ。もう1球牽制球。一塁はセーフ。これが初球。打ちました。ショート取った。二塁へ。セカンドホースアウト。スリーアウトになりました。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。2回に入ります。スワローズの攻撃。バッターボックスには6番ボイトラー。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さて、カープの先発は加藤。これが2試合目の登板になります。前回の登板は3回3分の1を投げて自責点6、負けがついています。流しました。これはどうか。あっと、取れない。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ、一塁には先制のランナー。バッターボックスには荒木、そして塁上にはボイトラー。まあ、彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。バントしました。ピッチャーが取る。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。まずはインコース。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。西川セカンド送球。セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。先発の中澤がバッターボックスです。まあ、自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ、一打先制という場面を迎えています。
まずはストライクを取りました。低めストライクになります。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。カープの攻撃、バッターは5番松山。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。手を伸ばして取った、アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。6番バッターメヒア、2試合当たりが出ていません。中澤、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク、ファウルになります。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。真ん中打ちました。これはどうだ、飛びついて掴んだ、アウト。ファインプレー。バッターは7番に入っている堂林。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ、このような状況であればね、もう少し慎重に行きたかったですよね。打った、これはどうか、センターに抜ける。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。1番バッターはキャッチャー中村。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。これが3球目。ここもファウルです。1球目外れました。さあ、5球目は何か。この球は外れています。これもファウル。打ちました。山田、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。2回の裏0対0同点です。小宮山さん、まずまずの立ち上がりを見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。打ちました。これはどうだ、破りました、センター前。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには2番山崎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。走りませんね。ランナーここはスタート切りません。走ってきた、見逃し三振、ワンアウトです。ここで盗塁を許してしまいました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。さあ、カープ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の加藤、どういったピッチングを見せるのか。バッター、これはどうか、一二塁間を破る、バット取れない。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。スワローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0カープ、なおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。なんとも痛い失点となります。バッターボックスは4番山田。カープ、この回1点を失っています。さあ、先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。さあ、ここはしっかり抑えておきたいところ。
3球目打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、スワローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。カープなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席には畠山が入っています。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。高めへのストライク、すぐに追い込みました。ここは決まりました。見逃し三振です。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。バッターボックスボイトラー。カープこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面、ファウルになります。またファウル。いや今のボール危なかったですよ。そうですね。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回スワローズ見事な攻撃でした。2対0スワローズ先制です。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしい。